国メディア前デイリー今年は明らかな失敗だ。普通の先発投手としても成功と評価するのは難しく、メジャー最高待遇の選手なら、見るまでもなく失敗だ。韓国メディアスポーツ等は昨年に比べて何も良くなっていない。外野手として生産性がないレベル。ホームランがない上に四球、三振の率も悪い。まあ妥当。まあ成功とは言えんよな期待に応えれなかったって意味では概ね正しい。言われんでもわかっとるわ。韓国に言われる筋合いないやろほっとけ。割と妥当な評価だな。なぜ日本の選手に対してこんなに分析してるんだという疑問は残るが。山本は来年次第だけど吉田はガチの不良再建だな。そこそこ打率いいだけで守備下手なアヘタン。ふざけるな、吉田は外野手じゃないぞ。自国選手は総括してないの？する必要もなさそうだけど。イジョンフのこと棚に上げてよく言えるな。吉田よりヤバい契約のイジョンフいるだろお前ら。イジョンフと吉田は死刑囚バトルにおいてはいい勝負になりそうや。俺らもイジョンフの記事ではいのわいの言ってるやろ。メジャー担当の記者が自国選手誰もで取らんから穴埋めで書いた記事なのかも。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。